この写真にも載っている息子なんですけれども、希少難病であるアレキサンダー病だということで、診断が下りまして、でこれを機にして、世界中どこにもまだ治療法がないということを知りまして、では自分に何かできることはないのか、遺伝子疾患は他人事ではなくて、どの生物学上でも遺伝子疾患というのは一定の割合で起こってくるんですね。今まで生きるチャンスを与えられなかった人たちへの現実的な希望となりうるのが遺伝子治療だというふうに私は期待をしております。小学校入学するぐらいの時に検査をして、先天性ミオパチというのが分かりました。同じようなこう病気を抱える方に対して、僕のような経験をさせないために何かできることをしようということで活動を始めました。患者さんに寄り添って何かできることがあったらやってあげたいなっていう、自分が医者やってるうちに治療のことまで考えれるって本当は思ってなかったんですけど、目の前にそういうものが見えるようになった時に、やはり研究をやって、でそれを患者さんにつなげたいなっていう、そういう気持ちが今とても強いですね。私も病気をどのタイミングでどういうふうに伝えていくのか、特に予後を含めてっていうのはすごくいつも悩んでるんですけど、患者さんによって受け入れ方もその時期も随分違うと思うんですけど、病気をどのように受け入れていったのかっていうことを少しお聞きしたいなと思うんですけど。僕自身はその18歳の時にその人工呼吸器の導入になってから検査をしたり入退院を繰り返してる間の時に、いろんな方との出会いだったりとか、自分でこう考えるような時間っていうのがあって、こう自分の病気に対して自分でできることをしようっていう、きっかけ的なのがいろいろあったりとかしたんですけど、僕その目の前のその課題だったりだとか怒りとか、なんかおかしいなっていうのを、それをモチベーションに変えるみたいな人間だったりする部分があるので、気持ち的には結構強い方なのかな。過去はなかなか変えられない。今できることを少しでもその未来に多少なりとも貢献できたらいいなっていうような挑戦心だったり、好奇心的な、そういったのがあることが結構自分の中では大きいかなと思います。いや、伊藤さんはたくましいなっていう精神力が強いんだなっていうふうに感じましたけれども、私の立場では本当に今も受け入れられているのかられていないのかわからないですけれども、伊藤さんもおっしゃった通りに、変えられないことはどうにもならないので、どうにも自分でならない部分は受け入れて、ではどうするかといった、そういった姿勢で私も臨床医をして研究もしていた立場だったので、もしかしたらその治療薬や確率への何かできることがあるかもしれないというその希望があるからこそ、前を向いて社会生活を送っていけるのかもしれないなっていうふうには感じますね。ただ本当に毎日毎日がチャレンジでもあります。でこれからもですね、こういった遺伝子治療の動きをぜひ見守ってもらって、応援していただけたら嬉しく思います。あと最後にアステラス製薬さんのその社名の由来になっているアストテラスっていうのが結構僕の中で好きで、ぜひ先天性ミオパチーの患者さんにもアスを照らしてもらえたら嬉しく思います。僕の方も頑張ります。治療があるかもしれない、あるいはそこまでいかなくても研究してる人がいるっていうことがどれだけ患者さんにとって力になるのかということを痛感してきました。これから先新しい治療があるということを信じて声を上げて、それで一緒にやっていけたらなというふうに思います。希少疾患、希少難病っていうのは、それに関わってらっしゃる先生方、患者さん、ご家族、研究者の方々、数がかなり少ないんですね。ですのでこういった機会を与えていただきまして、皆さんにより多くの方に知っていただくことから、いろいろなことが可能になっていくんではないのかなというふうに思っております。